風に吹かれて。何してるの？なんにも。風に吹かれているだけ。それだけ？うん、それだけ。どんな感じ？なかなかいい感じだよ。ふーん。君、どこから来たの？あっちから。どこへ行くの？こっちかな。ねえ。なあに？君ってさ。うん。まるで風みたいだよ。ふーん。いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。今回は、トメ館長さんのブログ、トメ文芸館より、風に吹かれてという作品をご紹介いたします。秋ですね。風が気持ちよくて、空が青くて高くなりました。今年は夏が長かったせいで、秋が短く感じます。風に吹かれていると、少し肌寒いくらいです。私は春の風より秋の風を感じる方が嬉しいのですが、皆さんはいかがですか？今日はお天気が良ければ、窓を開けて風を感じてみてください。なんて綺麗に終わると思いました？まあ私、今年は夏が長かったせいで夏バテがひどかったんです。でもね、涼しくなって、いきなり天高くもぐらこゆる秋の到来ですよ。まあ本当になんかよく食べるんです。もう私も風のようにひらーっと軽くなりたいです。では皆さんもいろいろな秋をお楽しみください。ああ、運動しよう。今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。